はい、ホーリーちゃんです。よし、あのね、めちゃめちゃコメント多くいただいております。ボール球を振らない、うん、まあ、ストライクボールの右上げね、やってく。俺は分かった、俺は分かってしまったんだ。 OK、 お願いします。そのですね、プロスピードのゲームに関して、ボール球を打たない、そして守備位置を変える、ここを気をつけます。行きましょう。はい、守備位置を変える、引っ張り警戒で、いきなりチェンジオフペース投げ、はい、ゲッツー、ヒットでランナーを一塁に置いています。ゲット、まずはオッケー。できればゴロを打たすタイミングで引きます。ベスピー、ゲッツーを取れ。さあ、バッテリーどうか、ゲッツーを取れ。ワンアウトになっています。さあ、レッツゴー。ドリモト、そしてキャッチ、インコース決まりました。いや、今の落とすんだよね。ベスピーチ、これはボールだ。そう、そしてこの乗り物選手はスプリットとフォークの使い分け。いいゲイ、やべえ、長打三振賞がついた乗り物のスプリットフィンガーファーストボール、落ちるんです。オーケー。さあ、打つときはなんだっけ、ボール球を打たない、これのボール球を振らない、ボールはボール、オッケー。そう、こういう球を振らない、こういう球、はい、よし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 、ストライク球を打つ、ボール球は打たない、それはしょうがない。まあでもこれ臭い球打たないかんかな。打ちました。今のボール球もしかして青かったな、カーソル。おいおいおい、先頭バッターからボール球打っていくな。うわ、タイミング、今のビタビタは無理だべ。 OK、 このボール球振らない、次に決めてくるか。 OK、 2ボール2ストライク、どうだ、惜しい惜しい、いや惜しいな。まあいいよいいよいいよ、いい感じいい感じいい感じ、次だ、次、いい粘りいい粘り、しょうがない。いやマジか、ボールがまっかっこくなかったな、緑やったもんな、もっと上だった。まあ戦いこう、しょうがない、チェンジオフェイスをもう一回ショックになる。 OK、ショーケーじゃないな、引っ張り警戒にしよう、引っ張り警戒で、インコース、バス三振賞がつきました。フォークでいきます、三振取ってほしい。オッケー、しょうがない、ショーケーか、甘々高めストレート、オッケー。今日はちょっと広角打法は流したいはずですが、流し打ち警戒にしてスライダーをインコースに持っていきます。はい、さあ広角出てる高橋由伸に外角、ラスト三振賞、ラスト三振賞、はいはい、ラスト三振、強っ、やばい、ヒット打たない、やばい。さあ次、打撃はボール球を打たない、 OK、 行こう。ちゃう、縦スラー、今のフォークじゃなかった、惜しい、脱三振やから出たの、超脱三振賞じゃないから、 OK、 うおい、しょうがない、しょうがない、あんなに左のフォークは無理だ。もっとした、もっとした、カズマ行こう、決めてしまおう、2アウトランナーありません、決めてしまおう、おっと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 、チャンス、ドエンダーシマル、もう丸のまま行こう、 OK、 これに手を出さない、トライクだけを打ち、レトル、おい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 、2アウトか、森友やで、行こう行こう、比率勝ちは確定だ、チャンスも丸、オッケー、オリックスの応援歌が流れておりますが、落ちないマジか、振り遅れはダメ、まあまあまあ、オッケーです、このままいくか、ゲッツーを取ります、マジかよ、あーあーあ、ゲッツー振り返ってない、危ない、ゲッツーシュートです、オッケー、ここもゲッツーです、しっかりやっていこう、オッケー、長打三振、ショーショーを打つしまう、はい、
全出しか、ちょっと体力的にも帰ろうか。藤井さんで行きましょう。いや、まあ一個だけかな。これだけ生きていきます。ベストピッチ、オースラ。ベストピッチ、アテスラ。これはボールなんです。くれよ。甘いか。嫌い。ボールでいいよ。オッケー、そうです、そうです、丁寧に。ちゃう、ちゃう、読んでない。オッケー、ギーダ行こう。2点取りますよ、ここから。全出し、ボール球を振らない。オッケー、抜けていく。イチローは全出しか。オッケー、全出しではないな。ここでダルビッシュ。抑えに来た。ミート打ちで行こう。しっかりミートしていく。ミートしていく。ボール球だったけど。さあ、鉄とも全出し。これは強振でいこうか。パワーヒットなんでね。パワーで。えぐいって。パワーで持っていく、パワーで。パワーで持っていく、抜けない。今のまま1点は入っておく。あと2点。ここで正隆、行こう。正隆さんは強振です。ボール球、危ない。ファウル、オッケー。ボール球です、今の。ミートでしょ。ミートしていこう。オッケー、よく見た。ゲッツだけはダメよ。オッケー。ボール球、危ない。試合が、4番松永さん、決めましょう。続いて。来た、来た、4番松中。ありがとうございました。オッケー、松中さん、オッケー。いや、これはでかい。しかも勝ち点4。ナイスです。あ、落ち、一回落ちました。リュウちゃんと遊ぼう。オッケー、行きましょう。あれ、俺872になってます。オッケー、頑張りましょう。お願いします、勝ちますよ。さあ、初球チェンジアップ。それいい。からのシンカー、これはボールでもいいんですよ。よく見ていく。まっすぐをピュッと投げとく。一番バッターからしっかり見て。さあ、縦スラを低めに。オーケー、いい配球。いいと。これはストライク入りですね。やばい、これは甘いわ。おお、うまいこと打ちすぎた。ファーストボール、ボールでいいよ。詰まってファーストボール、これはファールでいいですよ。打たない。さあ、これでボール先行。さあ、これでマジボールはダメだ。なんでなん、さっきからあればっかり。打順は6番岡本。ツーアウトになっています。インサイドしました。マックはこれでダメだ。試合終了になりました。オリックスバファローズ、ホームランの1点で負けるんやっていうか、ヒット打ってね、今の試合打率が下がる。もうランカーじゃなくなった。もう俺ランカーじゃなくなった。一瞬だけランカーに入ったので、まあ、負けたらダメだろうな。 OK、 お願いします。ランカーし、さあ、先頭バッターしっかり上に出ましょう。さっき言ったら普通しないで出てなさすぎ。バッターは2番に入っている山田。伊藤、まずは先頭バッター。はい、惜しい。下すぎ。
オッケー、おーし、いい感じ、いい感じ、芯狙ってる。オッケー、もう1点欲しい、もう1点欲しいぞ。しっかり打っていきましょう。ボールだバーフがない。オッケー、やっとツーシーム捉えた。捉えてなかった。バッターボックスには6番岡本。さっきのね、1回よりかは全然いい感じに通信を捉えてますよ。ああいうボール球振らない。これは OK、 超えていく。バッターランナーは2塁。さあ、そしてバッターボックスには丸が。よし、超広角の丸、このままいきましょう。全身の頭をボール球、今のはボール球。いや、キャッチャー下位のまま行きたいな。そして打席には最終回。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、こういった終盤の追加点は重要ですから、この打席はしっかり取りたいですよ。解散がタイムより言ったら全勝らしいで。打ちは外れました。ストライク入りません。もうちょっと。もう少し捉えるの。そうだ、超えていく。この2点はでかい。そしてイチロー、どんどん行こう。惜しい、ジャストミートはしてます。 OK、この回抑えて終了だ。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。宮城さんなら大丈夫でしょう。バファローズ高速スライダー、最初は変化球できました。スライダー2球目。あー、ボールですか。はい、変化球は外れてボール。遅くなってくる。やれよ、ズバッとまっすぐ、これ詰まるでしょう。バラのスプリット、三振取りに行ってみる。インコース落としました。無理だった。もう一さっき見逃したストレート打ちました。へい、足入りや。ランナーはどうしようもなくね。ワンバッターロペス、ヒットでランナーを一塁に置いています。ボール球やったよ。要求、要求はボール球やったよ。ピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。高速すら、レッツーが欲しい。レッツーが欲しい。なるほど、そうですね。オッケー、そう、そうです。そういうことです。さあ、そして打席には坂本が入っています。さあ、ツーアウトながら、得点圏にはランナーが残っています。ここで点を与えると、勢いづいてしまう可能性もありますから、確実に勝利を取りますね。よし、勝利。これ勝ち点取ったらまたランカーつくかな。おう、3連勝中。しかも山本対決、エースか、ジャパンか。打率も防御率も一緒ぐらい。いいね、いいね、そういう試合がしたい。さあ、新の山本の使いはどっちだ。いきましょう。一番大谷の卑怯じゃね。そうですね、あの後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで引っ張り警戒でいこう。これが初球、初球通信、初球これファールになるかな。ストライク、少し変化しました。ストライクです。 OKOKOK、 引っ張り警戒。これを引っ張って欲しい。キャッチャー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 、解散は安心。 OK、 さあギーターもアーティスト広角を長径でいこうか。長径とかでいく。
引っ張りたいね。オッケー。坂本が掴んでツーアウト。ああ、ちょっと。吉田。ツーアウトになっています。お。マウンド上山本、そしてキャッチャーは水野。ああ、そうそうそう。ファウルになります。スプリット。オッケー。奪三振。ストレート高めに。オッケー。えい。オッケー。ジャパン多かったな。ホークスが守備につきます。いや、いいな、守備も。オーケー、イチロー。違う、オッケー、イチローって言って。違う。オーケー、そういうボール球振らない。いや、引っ張ったらダメなんです。まあまあ、でもスパイクをしっかり振り向いてる。オッケー、引っ張ったらダメ、あれはね。先頭バッターを打ち取っています。ストライクワン。はい。2球目は何で来るか。ダイビング。あっという間にツーストライクです。ファウルになります。OK。ちょっと俺さっきから振り向いてる。うまい。一二塁間うまい。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは3番。さあ、ここ走るか走るか走るか、どうするか。走ったらよかった。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。 OK。 さあ、何を狙っていくか。さあ、次は何だ。 OK。 次走ります。いや、まだ分かりませんね。どうでしょう。ノーマルスタート。エンドラン成功。素晴らしい点の取り方。ここで4番全出し。さあ、これは、いや、マジか。前進守備だったか。チョーキーやったら。OK。惜しい。惜しいな。そう、あそこをファウルにしかならんぞと思われた。で、外野練習を超えていけ。超えすぎた。ナイス。さあ、カズマ行こう。ここでもう1点取れたらでかいぞ。うわ、マジか、横っ飛び。うまっ、さすが。まあ、3点はでかい。初球はボールがないんです。うわ、全出しされたし。ここおい、おい、おい、オッケー、大魔神。ありがとうございました。これで勝ち点取ったぞ。 OK。 ナイスです。グッドゲームでした。やっぱボール球打たないって大事ね。大事。ただいま勝ち星ランキング683位でございます。頑張ります。それではこの動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日も失敗だ。お疲れ様です。